金谷湖神社の境内でですね、そっとブラブラしながら、柴先生がですね、柴龍太郎がですね、まあここに来まして、実は柴龍太郎は私が一番最初に今日行きましたですね、菅谷高殿とか、それからあとは、田辺家にも意外と田辺家の当主にも会われて、いろいろ説明さ、を聞いたりしてるんですよね。あそこでまあ大変いろいろなものをですね、見聞きしたということで、司馬さん街道行く砂鉄の道でたくさん書いてますね。で私もまああそこでですね、この説明ガイドの方がですね、71歳だったかな、非常には詳しい方でですね、地元の出身な方で、さまざまな、たたら製鉄の関係とか、菅谷高殿でいかにしてですね、どのように製鉄がですね、たたら製鉄がされたかっていうのをですね、1時間ほどたっぷりとですね説明していただきまして、私もまあ大体ですね、たたら製鉄というもの、日本の日本に、の、もたらされた鉄がですね、たたら製鉄というものがですね、まあ日本にとっては重要なですね、ものになっていったという、まあ、その、歴史のですね一部を垣間見たというような感じですね。で楽しい時を、先ほど過ごしました。あ、これが金横神社のですね、後ろに何もないかな、通常神社っていうのはまあ前が拝殿になってて、それで本殿につながるという形ですので、ここもそういう形だと思うんですよね。そういう形で、この拝殿のところで、賽銭をあげて手を合わせるということで、ここで合わせた後、今度はですね、やはり司馬遼太郎がですね、街道を行く砂鉄の道で立ち寄ったですね、安来市の和光記念館ですかね、あそこに立ち寄りまして、それで今日の私のですね、日程をですね、終わりたいと思います。ここではちょっとブラブラとのんびりして、これからあとここにまた民族資料館みたいなものがありますので、そちらの方にも、もうちょっと見ていきたいなと思っています。じゃあこれから、じゃあ拝殿で手を合わせます。じゃあここはこれでおしまいです。